皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は日記の動画です。タイトルは睡眠不足はなぜ良くないかと。今夏休み中でね、一日の生活のリズム、狂っていて、夜遅くまで起きていて、朝なかなか起きられないという人いるんじゃないでしょうか。これね、学校が始まる前にしっかり直して、朝早く起きられるようにしてください。睡眠不足なぜ良くないかというと、十分な睡眠をとって朝早く起きると、そして日光を浴びるとセロトニンというホルモンが分泌されて活性化します。このセロトニンは神経を安定させる作用もあって、この分泌が低下すると精神が不安定になってしまうんですね。それだけじゃありません。夜更かしをして朝早く起きることができないと、セロトニンの働きが低下して、さらに脳のバランスの良い発達、これを阻害する、邪魔しちゃうんです。こんなことがあるので、こう睡眠不足って良くないんですね。じゃあ睡眠時間どのくらい取ればいいか。脳に必要な睡眠時間は成人で約7時間、中学生高校生で8時間、小学生は9時間程度、このように一般的に言われています。そして自分が睡眠不足かどうかね、自分自身で分かるためにはこれをチェックしてみてください。まず午前中に眠くならないかどうか。午前中に眠くなる人は、自分は睡眠不足だ、そう思ってください。今日は日記の動画で睡眠不足はなぜ良くないかというタイトルでお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。